植塚周平7月12日から1935年7月6日は日本のブラジル移民功労者。ブラジル移民の父と称される。熊本県下馬敷郡赤見村の植塚屋の本家に生まれる。最最高高等学校、旧制第五高等学校を経て、1907年3月に東京帝国大学法課を卒業する。同年月。 広告植民会社の社長を務める水野龍が、ブラジルサンパウロ収納無局と日本移民輸送契約を調印。翌年の1908年、第2子の江藤鉄造の推薦により周平は、ブラジル行第1回移民の輸送監督兼、会社代理人として170家族、792人を引いて移民船、かさと丸二乗船、4月28日に神戸港を出港する。 約50日に及ぶ、航海の末6月18日に、サントスに到着し、主にサンパウロに移民者を定住させた。移民者の多くは、コーヒー農園の契約労働者として働いていたが、その移民事業所年は、コーヒー豆の極度の不作や、出港が遅れたために到着した時にはすでに、収穫期を過ぎてしまっていたことなどで、収入がほとんど得られず経営者と移民者との間に、 トラブルが多発、サンパウロ州政府の補助金停止などの問題に、発展し広告移民会社が破綻する。移民者側も収入がほとんど得られないため貧困になり、耐えかねて抜け出すものが続出。移民事業翌年の1909年には、コーヒー農園に残っていたものは170名ほどになっていた。その後竹村植民商船によって、第2回移民が計画されると周平は、 その代理人として、ブラジルで活躍し1910年6月、旅順丸に乗った247家族、909人をサントスで迎えた。後に、明治末期から大正初期にかけて、竹村召喚主催の玄丸、第二雲海丸、帝国丸、及び東洋移民公社主催の神奈川丸、若狭丸に乗った移民が相次いで、ブラジルに到着する。周平は、 移民会社の事業の不統一が日本人移民の順調な発展の阻害要因となっている事実を認識する。移民政策を統一することを国に提案するため1914年に帰国し、菊池慶次郎を通じて後藤新平を説得するが受け入れられなかった。しかしついに彼自身移民事業を起こす意思を固め、菊池の講演を受け1917年8月にブラジルに渡った。 その頃、第一次世界大戦により、ヨーロッパからの移民が途絶えたため、サンパウロ州政府は1917年から1920年までの4年間に、日本人5000人を受け入れることを承諾する。増加する、日本人移民を雇い入れる土地を確保するため1918年、サンパウロ州プロミッソンのプロミッソン駅付近の土地を確保し、第一条塚植民地を開設する。 1922年には、同州林巣に、第二条塚植民地を開設した。資金に余裕が出てきた州兵は、米と綿の栽培事業に乗り出すも失敗。コーヒー農園経営に切り替える。その後、1925年から1926年に、かけて、干ばつや革命動乱に見舞われ、外国人降理家士への対応に追われていた、日系人を救うため、 日本政府を説得し85万円を融資させる。移民事業に携わり25年が経過した1933年11月、訓録等単行曲実賞を受賞する。1935年7月6日、58歳で死去。プロミッソン共同墓地に葬られる。生涯独身であった。ありがとうございます。